NHK 大河ドラマどうする家康第30話清須会議賤ヶ岳の戦いシナリオ A。 あらすじと解説。2023年8月6日放送予定。天正10年6月15日、数百の僧侶が一心に祈りを捧げている。読経の声が天に響く本の宇治の焼け跡には、明智光秀の首とその運命を共にした化身3000の首が取り囲むように晒されていた。民の渇望が山を越える。数万の人々が一目でもいいと願い、度胸の場に向かう。その中には御仏に縁のあった祭司たちの姿もあった。6月の都はむせる暑さによって生首の刺繍に包まれていた。御仏の計らいはしかるべきことなのか。羽柴秀吉は天下の覇者を目指す。織田信長の仇を討ち、その功績を天下に知らしめる。それは後継者たちを威圧するための応じかけだったのだ。時は遡ること6月2日。備中高松城の戦いにあった羽柴秀吉は、本能寺で明智光秀によって織田信長が討たれたことを知るのです。速やかに毛利元就と和睦をし、主君の仇明智光秀を討つため、中国路を都に向けて全軍を取って返し、奇跡の大移動をするのです。6月13日、山崎の戦いで敗れた明智光秀は、わずかな部下を引き連れて、近江の坂本城に逃れるため、人目のない山中を進みます。今は死ぬわけにはいかぬ、この戦いはまだ終わらぬ。一旦坂本城に退き、体勢を整えよう。そして再び秀吉を打って出るぞ。秀吉の追っ手が後を追ってきました。光秀の側近は言います。秀吉の追っ手が迫っています。もう時間がありません。一刻も早く坂本城へ逃れましょう。しかし山科の加重寺近くで土民に扮した刺客らによって明智光秀と同行家臣皆が討ち取られるのでした。6月14日、伊賀越えを乗り越えたばかりの徳川家康は、岡崎城から領内へ向け大規模な動員をかけます。上様の仇を討つべく、軍勢を今すぐ整えよう、光秀はこの手で討ってみせる。しかし家康の軍勢は5000余り、急な動員は時間がかかるのでした。家康は焦りながらも、秀吉に先を越されないようにと祈りました。そして半蔵の放った忍びから都の情勢が報告されました。殿、羽柴秀吉は山崎の戦いで明智光秀を破ったとのこと。明智光秀は追ってから逃れ山中に逃げているとのことです。さようか、やはりそうじゃったか。ここは追って羽柴秀吉殿に加勢するか、様子を見るか、どちらに動きましょうか。兵は出しましょうぞ。我らの意気込みを見せてやらねば、羽柴秀吉は納得せぬ。そうすれば、今後の情勢も有利に運べるはず。そうじゃな。数正の言う通り、たとえ少数の兵でも、見せかけでもいい。我らの存在を知らしめようぞ。では、私が先陣を切って参ろう。そして家康は石川数正らと酒井忠次の兵を尾張へと進めます。しかし、殿、秀吉殿の使いが書状を持って参りました。慌てて家康は書状を読みます。明智光秀を討ち果たし候、今やご貴人候。さようか、これでまた状況が変わるな。元忠、石川数正らと酒井忠次の兵を引き戻すよう、使いを出してくれ。明智光秀を討った秀吉は、
その一挙手一投足に天下が注目します。そして各地の大名たちを巧みに操り、天下統一へと突き進んでいくのです。しかし家康は羽柴秀吉の野望には目を向けず、信長の意志を継ぐ甲州を見つめていたのです。浜松城に戻った家康は急ぎ家臣らを集め表情を開きます。本能寺の後、甲斐では武田の旧家臣らによる一揆が起きておる。上野信濃にも動揺が広がっておる。今後どのような手で臨むべきか、皆の者の知恵を借りたい。小田原の北条軍が甲斐、上野国へ攻め込む動きがあるようです。真九条は甲斐の要害、我が軍の生命線、北条の野望を打ち砕くには、ここを守らねばならぬ。信濃の民を救うためにも、今こそ決死の覚悟を決めましょうぞ。信濃国を我が軍が守り抜けば、おのずと木曽義政や真田昌幸らは必ずや味方になるであろう。そうすれば越後の上杉景勝軍の動きも止められるかと。そうじゃな、忠次、早速甲斐の甲府を制圧し、北条の動きを食い止めてくる。もし甲斐で一揆が起きれば、我々が加勢いたす。母、酒井忠次は家臣らに甲斐国を厳重に見張るよう指示を出します。6月27日、清洲城、愛知県清洲では、羽柴秀吉、柴田勝家、丹羽長秀、池田恒興、織田家の重臣たちが集まります。織田信長の後継者を決めるべく重大な会議が開かれるためです。これが俗に言う清洲会議です。柴田勝家は重々しく言います。織田家の後継者は誰にするべきか。信長の次男信勝、三男信孝、そして信忠の遺児秀信、三法師、この三人の中から選ばねばならぬ。わしは信勝がふさわしいと思うが、どうだろうか。その時、羽柴秀吉は勝ち誇った様子で言います。柴田勝家よ、少し待ってくれぬか。憎き明智光秀の首は家臣三千の首とともに本能寺の焼け跡にさらしてきたぞ。上様の敵を討ったのはこのわしじゃ。後継者を決めるのもこのわしだ。皆の者、異論はあるまいな。その場は静まり返った。誰もが羽柴秀吉の言葉に反論できなかった。彼は信長の仇を討った英雄として織田家の中で最も権威を持っていたのだ。一方、信長の次男信勝と三男信孝は自らが織田家の後継者にふさわしいと主張していた。だが羽柴秀吉の策略により清洲会議には出席できなかったのだ。彼らは城の外で無力感と憤りとで顔を歪めていた。羽柴秀吉は中央に立って堂々と言います。わしは信長の孫である三歳の秀信、三法師を後継者に推す。秀信はまだ幼いから、宿老としてわしと柴田勝家が補佐する。これで織田家の安泰は保たれるだろう。皆の者、異論はあるまいな。羽柴秀吉の一方的な決定により後継者は秀信に決まったのだ。だがこれは信勝や信孝らの反発を招いた。彼らは羽柴秀吉の野心を疑い、自らの権利を主張し始めた。これが後に内紛の原因となるのだが、それはまだ先のことであった。清洲会議の結末は家康にも届けられました。天下の命運を握る三法師はまだ幼き子供のため、羽柴秀吉、
柴田勝家、丹羽長秀、池田恒興、この4人が政を取るのでした。またこの席でお市の婚姻が柴田勝家に定められたのです。憎き羽柴秀吉には嫁ぐつもりはありません。羽柴秀吉の汚い野望を見ていたお市はこのことを一歩も引かなかったのです。これで心置きなくお市様の幸せを祈ることができますな。殿、お市様のこと本当によろしいのですか。家康は後ろめたい気もあるが、今はそうするしかないと感じていた。まあそうじゃの、これでよかろう。どうじゃ、これがわしの決断じゃ、反する者はおらぬか。殿がもっと早く信長殿の仇を討つべく出陣していれば、今は秀吉殿の上に立つことができたはず。我々はもっと早く出陣したかったのです。光秀の首は逃してしまった。それが我らにとっては悔しいのです。もし光秀を討てば秀吉殿に代わって天下を取れていたはずです。若手家臣らは家康の対応に不満を持っていたのです。そして家康は冷静に彼らに語りかけます。本能寺以来織田の力が弱まっておる。甲斐も信濃も上野も風前の灯火となっている。その隙をつくかのように真田と北条の勢力が動き出しておる。しかし天下の覇者となるのはこのわしのみだが、時はまだこなせぬ。今は己の力を鍛えることが肝要だ。急いではならぬ。真田の動向を見透かしたかのように北条氏政は三国の統一を目論んでおるようじゃ。まずは北条の動きを睨むべきですぞ。北条は関東の覇者として徳川をもしのぐ勢いを見せており、いつ戦が起きてもおかしくない状態だったのです。炎暑の夏が過ぎ去り、やがて秋の気配が感じられる8月、家康と北条の間に決戦の火蓋が切られました。両者の思惑はこの一戦にかかっていたのです。緊張と期待に満ちた表情で徳川軍は浜松城を出ました。甲斐、信濃、上野の三国を北条より必ず先に手に入れねばならず、北条は2万の兵を持って家康に挑んだ。だが北条軍は徳川の猛者たちには到底かないません。北条の兵は次々と退散していきます。北条氏政は悔しさと焦りと恐怖とで顔を歪めるのです。しかし意外にも戦は長引いてしまいます。手こずっておるな。このままでは戦は終わらぬ。家康は深いため息をつきます。そして、正信、お前はどう思う。この戦いを決着させるにはどうすべきか。家康は目を細めて信頼する家臣の一人である本多正信に問いかけます。正信は冷静に戦況を分析し、戦は我らの手中にあります。しかし和睦の道を探るべきでしょう。正信は家康に進言するのです。和睦だと、そんなことをしたら我らが今まで戦ってきたのは何だったのだ。家臣らにどう顔を合わせるというのだ。彼らは命を懸けて我らのために戦ってくれたのではないか。家康は正信の言葉を拒絶します。忍びより都からの知らせが入っております。柴田勝家殿は何やら企んでおり、羽柴秀吉殿とは相変わらず仲が悪く、柴田勝家殿は天下を狙う野心をお持ちのようですぞ。家康は笑みを浮かべながら、ほう、
柴田勝家殿はやはり何かを企んでおられたのか。家康は興味深そうに正信の話を聞きます。柴田勝家殿は秀吉殿に従わぬ気か。それは我らにとっても好都合ではないのか。我らと北条の戦が長引くと、柴田勝家殿が北条と手を組み、我らにとっては厄介なことになるでしょうぞ。正信は危惧します。そうか、それは気がつかなかった。しかしこちらからは僕を持ちかけることは決してできないぞ。信長の次男信勝と三男信孝に仲介を頼むのはどうだろうか。確かにこれならば我が家の名も汚さぬ。早速使者を使わそう。敵の動向を見逃すまい。こうして北条と家康はお互いに和睦をするのです。そして上野国は北条領、代わりに甲斐と信濃の二国は家康領という条件を示します。家康はこの話を聞いて思わず目を見開いた。これは悪くない取引だと。だが家康が信濃を手に入れることは家康にとっては都合が悪かったのです。徳川の臣下となった真田から領土を奪うことになるのだ。家康は真田の怒りを覚悟の上冷静に言った。これが我が身の定めとあらば仕方あるまい。恨みを買うことも覚悟の上だ。何じらは我が心を疑うではないぞ。この判断が後に大きな禍根を残すことになるのです。そして北条は和睦の証として家康の次女徳姫を嫁に欲しいという願いを出したのです。北条氏政は家康の娘を手に入れることで家康との関係を強化したいと考えていたのです。北条氏直は21歳、徳姫は18歳であった。徳姫を大化に縁組せよと申すのか。徳川家康はおようと次女徳姫を呼びます。おようよ、わしには頼みがあるのじゃ。わしの次女である徳姫を北条氏直の嫁に出してほしいのじゃ。徳姫は父の言葉に驚いた。北条氏直様に嫁ぐなんて思いもよらなかったのです。徳姫は父の顔を見て涙をこらえます。父上、私は父上のお望み通りにいたします。ただ父上に一つだけお願いがあります。なんじゃ、申してみ。私は北条氏直様に嫁ぐ前にもう一度真田信繁様にお会いしたいのです。真田信繁、なぜじゃ。私は真田信繁様に心を寄せております。真田信繁様は徳川家の中心であります。私は真田信繁様に嫁ぎたいと思っておりました。そうか、そうじゃったか。だが北条との和睦を優先せねばならぬ。およう、徳姫、わしはお前たちの気持ちを無視するわけではない。だがこのことは国の大事なことじゃ。わしはお前たちに我慢してもらいたいのじゃ。はい、わかっております。父上のご決断に従います。ただどうか真田信繁様に今一度会わせてくださいませ。それが私の最後の願いです。そうか、それならば許してやろう。だがその後は二度と真田信繁と会ってはならぬぞ。わかったか。はい、ありがとうございます。父上に感謝いたします。
お葉との次女徳姫が北条氏直に嫁ぐことになりました。その年の暮れ、家康に衝撃が走る情報がもたらされます。殿、都から書状が届きました。その書には、柴田勝家が天下を取るべく羽柴秀吉に挑むという宣言が書かれていたのでした。この天下は我が柴田勝家のものだ。柴田勝家は羽柴秀吉の独断専行に耐えかね、自らが天下人としての権威を示すため羽柴秀吉討伐を仕掛けるのだった。羽柴秀吉殿と柴田勝家殿の戦が始まったのか。家康はこの戦いの行方が天下の命運を左右することを悟り、深いため息をついた。そして書状を握りしめながら窓から外を見合った。雪が降りしきる中、家康の心は揺れ動くのです。後にこの戦いは、織田家の次男三男を政権から外した秀吉に対して、柴田勝家が三法師と三男信孝を担いで天下を治めようと動くのです。そのため秀吉も次男信勝を担いで戦を仕掛けたのです。秀吉と柴田の天下人争いに信長の二人の息子は巻き込まれます。しかしこの戦は秀吉に軍配が上がります。秀吉の軍は柴田勝豊の長浜城を落とし、岐阜城の信孝を降伏させて三法師を奪還したのです。そして後に静ヶ岳の戦いに発展します。能登の前田利家が離反したことで柴田勝家は形勢が不利となります。柴田勝家から援軍を頼まれた家康は迷いを抱いていました。今秀吉と対立すれば天下統一の野望は遠のくだろう。自らの采配を振るうべきか、それとも柴田勝家の友情に応えるべきか。家康は苦悩の末に軍議を開きます。柴田勝家から援軍を頼まれた。どうするべきか、我らの知恵を尽くさねばならぬ。この戦いにおいては羽柴秀吉殿の勢いは止められぬ。だが我らは柴田勝家殿の忠義に報いねばならぬのでは。柴田勝家殿の気球を救わねば我らの名誉もなきものとなります。今こそ我らで羽柴秀吉殿に一矢報いる時です。羽柴秀吉の武勇は諸将も認めるところであったが、軍議の席では柴田勝家の窮地を救うべきだという声が多く上がります。しかしその時本多正信が口を開きます。やめた方がいいでしょう。柴田勝家はすでに敵ではない。秀吉は天下人になるべくしてなったのだ。我々はその下につくべきはず。彼の言葉に軍議の空気は一転します。織田の家臣たちは皆秀吉のもとに集うだろう。その姿は百姓からも尊敬と慕情を受けている。秀吉は天下の才を持つ男、敵に回せば災いを招くだけ。この戦は織田の戦であり、勝敗が決まるまで我らは静かに見届けようぞ。秀吉は織田の家臣として忠義を尽くしている。秀吉についていけば天下統一も夢ではない。この戦は織田の戦、我らは秀吉の背中を見守るだけでよかろう。酒井忠次も本多正信と同じ意見でした。家康は悩みます。柴田勝家からの書状にはお市の言葉が添えられていた。家康様、どうか私をお助けください。私は家康様のことを信じています。家康は
おいちとの思い出がよぎるかけがえのない人でもあったのだ。そして助けたい気持ちを抑えて苦渋の決断をします。もう少し様子を見るとしよう。家康は深くため息をついて家臣らに命じるのでした。天正11年15834月、柴田勝家と羽柴秀吉の間で賤ヶ岳の戦いが起きます。敗れた柴田勝家は本拠地である北の庄城に退却して戦いに挑みますが、羽柴秀吉の命を受けた加藤清正、前田利家らに包囲されたため、城に火を放ち、妻である織田信長の妹、お市と共に自害して果てるのです。そして柴田勝家が後ろ盾となっていた織田信孝も、野間大坊愛知県知多郡にて自害に追い込まれるという結果となりました。お市の娘3人は羽柴秀吉に預けられたのです。どうする家康。